今日ご紹介するのはですね、オリエントスターから新しく出ましたコンテンポラリースケルトン、フルスケルトンのモデルですね。表もシースルーで裏もシースルーになっていると。表をスケルトンにするとすごい大変なんですよ。これムーブメント全部ね見せるように一つ一つの職人さんが組み立ててるんですけども、きちんと細部に至るまで表面処理加工がされているということで、こんだけ綺麗なんですね。ハンドを IP コーティングでブルーにすることで視認性もしっかり担保しているっていうところがさすがのオリエントの仕事ですね。手巻きなんですね、これ。機械式なんで薄くすることができて、ケースの薄さなんと 10.8mm、 39mm のケースなんで今流行りのサイズ感ですね。つけるとこういう感じになります。日本人の腕にねちょうどいいザラつけまで表面とヘアライン仕上げられたケースとバンド、キラキラして美しいですね。服仕上げてるんでワイシャツの袖にしっかり入るんでスーツスタイリングバッチリですね。こちらお値段がですね34枚1000円になっております。こんな時計なかなか30万円台では手に入らないじゃないですか。職人の技が光ってますね。ニールチャンネル。